皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の13日朝の11時、18分、内閣総理国会議員の方たちと、あと、まあ、自動車メーカーや電機メーカー、まあ、コイル、を作れる、電機メーカーの皆さんへのメッセージということで、お伝えさせていただきます。あの、河川水門開閉式断発電ですけども、まあ、20センチ ×20 センチだとか、1メートル ×1 メートルだとか、3メートル ×3 メートル。そういったところを地下水流トンネル発電にして、まあ、長さ100メートルだとか、まあ、そういうふうな形で、まあ、20センチ ×20 センチの方は、回転扉自体が、中心の軸が、まあ、大体、まあ、5センチ以内というような形になってくると思います。だからまあ、羽の部分のところを考えると、まあ、7センチ、幅がね、7センチぐらいで、まあ、高さは、まあ、19センチか、もう 19.5 で、もうギリギリいっぱいにしましょうか。ほとんどの日が大体晴れてるんで、その、もしね、何か地震とかがあって、そこ、こう、ブレてね、その、回転しなくなった場合、その上のところの門を開けておけば、排水はできますので、もうそれで行こうかなと思ってます。もうギリギリいっぱいで作りましょう。ただ、振動等もあるかもしれませんので、先ほど言ったように、まあ、両幅と、まあ、両幅の方と、まあ、高さの方も羽の部分、まあ、19.5 ぐらい。だから、下と横自体を、まあ、2.5 ミリぐらい開けておくぐらいがいいんじゃないかなと思っています。で、これは、生産メーカーさん、まあ、もしかしたら、その回転扉のその軸と、まあ、けどそれもトヨタさんとか作れるって言ってたと思うんですけども、トヨタ明夫さんが、我々でもできると。まあその辺のところは日本のその他の、まあ日本各地で河川水門開閉式断発電に作ることになると思いますんで、まあ各拠点で、その生産拠点と、あと下請けの工場さんとかでも作れるところは、まあ作っていただいてというような形になってくると思います。数がね、とにかく多くなると思います。例えば20センチ ×20 センチの回転扉だと、まあ間100メートルだったとして、1メートル間隔で、設置していくとしたら100で、設置することになります。で、その隣に、1メートル ×1 メートルだったら、まあ、2メートル間隔ぐらいで置くんだったら50台。で、3メートル ×3 メートルだったら、まあ、5メートル間隔ぐらいで置くんだったら、違いますね。3メートル ×3 メートル回転が回るから、高さと横幅だから、横幅だからそれが長さになるから、そうですね。それ合ってますね。だから、まあ5メートル間隔ぐらいで置くとして、で、まあ、20分。ほどになりますよね。だから一つの河川で、そういった場所を、例えば向こう側だったら20箇所ぐらい作ったりしますんで、まあ、上流の方はね、5メートル ×5 メートルはないと思います。で、まあまあ、もっと上流の方になってくると、まあ、3メートル ×3 メートルはなかったりだとか、1メートル ×1 メートルの距離も50メートルぐらいだとか、まあ、そういうようなことになってくると思いますけども、数はかなり作ります。で、そこにギアが、ついてもらわなきゃならないんですけども、まあ、これ話伝わってると思うんですけども、一部の人もう忘れてたら困るんで、もう一度言っておきますけども、ギア比で、回転能力を上げていきますんで、継続して、もう上流からずっと同じ量の水を流し込んでいくんで、だからまあ下流の方では多分1メートル ×1 メートルを24時間稼働しっぱなしになるか、20センチ ×20 センチを24時間稼働しっぱなしにして、で、まあ20センチ ×20 センチを24時間稼働しっぱなしにするのであれば、朝と、
朝から、昼前にかけてと、夕方から日没ある程度の時間帯まで、1メートルかける1メートルも通常時の時は、両方とも稼働させるっていうような形になってくると思います。太陽光パネルの発電を補うと。その間に、貯水をすると。太陽光パネルのその昼間のたくさん発電している間に貯水をすると。そういうような形になってくるかと思います。で、これ密閉型にしてもらわなければならない、そのギアボックスのところと、これはしっかりと伝わってると思うんですけども、もちろんボールベアリングのところも最初から油流し込んでおいて密閉しておいてもらわなければならない。それによって耐用年数だいぶ変わってきますので。で、その横の、基本的に20センチかける20センチの地下水流トンネル発電の、その横を、何メートルか開けたりとかします。で、これね、トヨタさんとかの方で、ギア比とかどれぐらいのところまで上げたら横幅がどれぐらいいるだとか、そのタービンを作ってる会社の方で、小型化でね、抵抗力はあるけども、だけども回転数さえあれば、大きな発電できますよっていうようなものがあれば、そちらを採用していただきたい。横幅のところが、距離にある程度限りが出てきますので、で、っていうのは、タービンを置いて、ギアを置くわけじゃないですか。で、間にギアですね。間にギアで、その横にタービンを置いて、その横にコイルを置くような形になってくると思うんです。もしかしたら、タービンの上にコイルを置けるんだったら、タービンの上にコイルを置くような形、横幅のあんまり、距離っていうのを、何十メートルも取ることはできませんので、10メートルとかもう絶対無理ですんで、20センチかける20センチぐらいだったら、できれば横の間3メートル以内で、作っていただく。で、それ河川の形状とかにもよって、横幅どれぐらい開けれるかっていうところ変わってきますね。基本的にけど、下流の方は河川、雨を降ってる時のことを考えたら、20センチかける20センチと1メートルかける1メートルと3メートルかける3メートルと5メートルかける5メートルを全部動かすような形になってくると思うんで、排水能力を上げてなかったら、今度は河川の氾濫につながっちゃいますので。で、だから、下流の方の河川は横幅広いんですけども、それを20センチかける20センチと1メートルかける1メートルと3メートルかける3メートルと5メートルかける5メートル。5メートルかける5メートルのところは排水能力重視でね、その水圧、下の方であれば水圧はたくさんかかりますけども、ある程度上のところまで来たら、回る力、水圧によって回る力がダウンしますんで、そこは5メートルかける5メートルも地下水流トンネル型にしない、その1基だけね、置いていくような形で、それは、そこまで動かすっていうことになってきたら、大体もうかなりの雨量になってくると思いますんで、そこはもう排水能力重視という形になります。最悪はね、最悪、ものすごい大雨の時は、20センチかける20センチとか、1メートルかける1メートル、3メートルかける3メートルのところの上の門を全部開けてしまうと。だから下で回転扉が回りながら上のところで、水が流れていくというような形。これをすれば、河川の氾濫は絶対にありません。私が調べてきた河川は。もう河川の横幅とか見て、今までの雨量とかね、計測してるから自分の目で。もう絶対ないです。台風の日まで僕撮影しに行ってますから。ある程度のところはね。だから下流のところ、あとはもうダムの放水さえなかったら、河川の氾濫は絶対にないので、で、今の現状の段階では、そういった兆候はまず見当たらない。ある程度、ダムの貯水量が、いっぱいいっぱいになったら、ある程度の排水っていうのを先にできますから、っていうのは、ダムの上まで河川水門かえ式ダム発電、設置しますから。上の方にはある程度水を貯めておけば、先にダムの水をある程度、排水して、発電することできるでしょう。だからそういうふうなところでもダムと、ダムの上流に河川水門かえ式ダム発電の設置とかもう出てくるんで、向こう側に関して、そのダムの上流のところまで河川水門かえ式ダム発電の設置となると、30は超えてくると思います。もしかしたら50近くになる可能性がありますね。だからそれが仕事になると。で、兵庫県だけで、あと、湊川だとか、明石川だとか、
あと、福田川っていうところも、まあ、それなりの発電量が見込めると。で、大きな河川でいうと、加古川があると。で、あと、兵庫県でいうと、市川。こちらも結構大きな河川です。で、もう少し西の方へ行くと、揖保川がある。まあ、こちらの方も、まあ、そこそこの発電は見込めそうです。で、日本海側でも複数河川ありますので、これがね、高な数の仕事になってくると思います。そのギアとかのね、もし、まあ、タービン用のメーカーがあると思うんですけども、その、シャフトの部分からのそのギア品のところでね、それはまあ各自動車メーカーの、仕事になってくると思います。まあ、その生産拠点が各自動車メーカーである程度、違うところにあると思うんですけども、それによって、まあ、生産のその仕事を分配していくような形になるかと思います。で、とにかくこれをね、全部密閉でしてほしいんですよ。そうしなかったら、その大雨の時に、大雨の時もそうですけども、まあ、5メートル5メ、かける5メートルとかを開けてる時とか、まあ、普通に雨降った時もそうですけども、それ密閉にしなかったら、絶対早くダメになっちゃいますから、そこはきっちりと密閉で作っていただきたい。で、そこでは、まあ、タービンコイルもそうですし、あとは配線ですね。配線をどういうふうにするかっていうところですよね。だタービンコイル、タービンを設置して、その上にコイルを設置するのであれば、そこから電線が伸びていくような形になると思うんですよ。だから、回転扉がある以上、そこで間にギアがあって、コイルが回る以上、コイルは絶対的に下になると。で、上に、違う、タービンが絶対下になると。で、その上にコイルが来ることになると思うんで、だからそのタービンのところとコイルのところで何か一工夫とか新しい技術とかあって、で、そのタービンが回ってるところのそのボックス内にね、もうタービンコイルというような形で設置できるのであればね、河川の底の方のところで配線をね、まあ、太いケーブル、ゴムケーブル周りの径を、電線の周りを、覆う、ゴムケーブルを太くしていれば、まあ、なかなか、漏電とかすることは、何十年も先までないと。まあ、これはもう点線見ていたらわかります。実際雨に当たってますからね。だから、まあ、その辺のところは技術屋さんに聞かないと私の方でも判断できませんので、だからもうその辺のところをしっかりと、まあ、トヨタさん軸に、各自動車メーカー、日産さんもそうですけども、ホンダさん、鈴木さん、ご対応していただけたらなと思います。まあ、加古川でもね、上流の方が、合流河川が笹山川とかなんですよ。それ、加古川辺にで撮影してると思うんですけども、かな、向こう側の上流のところかな、そちらの方で、笹山川の河川を撮影してますけども、横幅50メートルぐらいありますね。かなりの上流のところで、それ、もっと上流の方まで、行ったら、もしかしたら京都府のところまで行くかもしれません。それぐらい先の方まで河川があって、ある程度、ダムか大きな池からの水も流れ込んでくるような形になってるんですよ。だから、加古川は、その大きな河川、まあ下流の方もそうですけども、だからもしかしたら20センチかける20センチでも、例えば300メートルぐらいの長さを作ったりだとか、だからこれね、タービンコイルの大きさがどれぐらいかによって、あと抵抗値がどれぐらいかによって、水圧に対してギア比が、どれぐらいのギアまで上げれるのか。例えば、回転扉は1回転した時に、タービンの方が、100回転以上すると、そこまでギア比持っていけるのかどうかっていう現実的なところ。だからその辺のところがはっきり分かってきたら、その距離がね、どれぐらいのところまで伸ばすべきかっていうところの話になるんですよ。で、一応ね、これ上からずっと継続して水流れてきて24時間流れっぱなしになるから、
ゆっくりでもいいからギアギア上げていってあげたら、もう極端な話、1キロ先まで多分回すことできると思うんですよ。例えば3時間かけて、すべての、20センチかける20センチの、タービンのところのギア比を最大値まで持っていくとか、もしかしたら5時間かかるかもしれない。例えば1キロ先までとなると、最初の頃は低い回転数で。で、まあそういうことも考えてますんでね。だから、工夫によっては、だから、オール電化のところがかなり、達成できるっていうことになるんですよね。だから、その辺のところは、総理内閣国会議員の方たちだけじゃなくてね、各都道府県知事とか市長がしっかりと覚えて、議会で、各議員に、教えると。まあ、そういうような形で、方向性しっかりと組んでもらって、私のホームページで最近書き直したのが36番、石油や石炭、ガス、ウラン鉱の残存量問題の、残存量に関して、みたいなところの、まあ、36番なんですけども、そこで、少し前までは2025年って書いてましたけども、もう2024年の4月で、ガソリン車の販売停止。もうこれで行きましょう。で、すぐに、ギア、作ってもらって、もう、設置した瞬間ね、すぐその設置作業に移ると。だからまあその辺のところは、基本的にトンネル自体はコンクリートで、まあ厚みがどれぐらいのものにするのか、例えば20センチ ×20 センチの回転扉のところであれば、そのコンクリートの厚みがね、10センチなのか20センチなのか30センチなのか、まあそういうふうなところを先に決めておかなかったら、横幅のところが計算狂ってくるんですよ。じゃあ1メートル ×1 メートルのそのトンネルのね、厚みは何センチにするのと、まあこの片側だけでも、まあ片側で言うと、例えば、まあ1メートル ×1 メートルのところは、もう20センチぐらいで行こうかとか。だから合計40センチっていうことになりますよね。じゃあそれによって横幅の取れるスペースが変わってくると。じゃあ3メートルかける3メートルのところは、30センチにしようかと。まあ、ただ20センチかける20センチのところは、まあ、10センチ、10センチで、合計20センチ。で、中の回転扉の空間が、20センチだから合計、40センチと。まあそういうような形になってくると思うんですよね。だからその辺のところで最初からしっかりと計算して完璧なものを一番最初から設置すると。そうすることによって作業効率を上げていくと。その一度設置したけどももう一回ちょっと作り直さなあかんわっていうのはできるだけなしにしていただきたい。で、一応トンネルに関しては最初例えば100メートル作ってみて、で、その後さらに延長して100メートル作ろうかとか。まあ、そういうことは絶対できると思いますんで、まあそれに合わせて、河川の底の土砂に関して、ある程度、例えば明石川で行くと、ちょっと下にね、土砂引いてあげて、その上にコンクリートで、そこをね、加工して、で、その上に地下水流トンネル発電を設置するような形になると思うんですね。だから、ちょっと、上流の方から集めた土砂、ちょっと、その水門の近くのところの、その上のところにね、人が歩く通りがあるから、一旦ここに置いておこうかとか、まあ、そういうようなところまで作業効率の内容が変わってくるんで、まあ、コンクリートのね、厚みがどれぐらいあったら、まあ、耐用年数50年ぐらい通用するかなとか。で、そのコンクリートのところね、一応僕の考えでは、コンクリートの質によると思うんですけども、極端な話ね、まあ、大理石みたいなものを使用するとかで、元々の岩とかをうまく利用するような形。まあ、石垣みたいな、極端なことを言うと石垣みたいなもの。で、そうすることによって中に金属入れたくないんですよ。金属をあんまりにも消耗するような世界を作ってしまうと絶対無理がある。金属を中に鉄筋入れてしまうと、鉄筋はそれで中でいずれ錆びてきますから、できるだけ金属は使いたくない。で、この方向で、石で、耐用年数50年。ダムを見てたら、ダムの、防波堤って言ったらいいんですかね。ああいうふうなものが石造りじゃないですか。で、中に金属入れてるようにも見受けられないんですよ。大きな石を加工して、カットして、それを積み上げていってるように、僕には見えるんですね。で、それで、100年とか、
持つんであれば、じゃあそれで中に金属入れなくても地下水流トンネル発電のところ、50年以上持つじゃない、持ちますよねっていうことになってくるんですよ。だその辺の工夫っていうところをしっかりと、その辺のところになってくると、今度建築業者さんとかの話になってくると思うんですけども、トヨタさんのところだったらトヨタホームとかしているでしょうから、あとはその各建設メーカー、高速道路みたいな、そんなの万博に合わせて作ってる暇あったら、早急にそういうことを、しっかりと話し合って、最高のものを、作る準備しといてくれなかったら、本当に僕も我慢の限界来てますんで、2000年の淡路花博でもうこれ大林組さんとか昔僕に謝ってくれたんですよ。淡路花博で鳴門海峡と淡路島の、高速道路と明石海峡で1兆1400億円ほど使ってるんですよ。その後、万博終わった後、鳴門ルネサンスリゾートホテルに2003年勤務しに行ったからわかるんですけども、一回ものすごい、田舎というか、離れ小島にリゾートホテルだから、離れ小島みたいなところに作ってるから、まあ、橋はかかってるんですけどね。で、車がなかったら、もう食料とか仕事終わってから買いに行けないっていうことになって、車を家から、まあ、持ってきて、明石海峡を渡っていったんですけども、対向車線からね、そのもう淡路島の高速道路で対向車線から車が来るの、15分に1台ぐらい。わかります？淡路島渡り切るまでに車が3台か4台しかすれ違わなかったっていうことなんですよ。ほとんど車なんか走ってない。作る必要は最初からなかった。だからもうこれをみんな覚えておいてくれなかったら、もうあんまり高速道路いらないの。で、作っちゃダメなの。高速道路作っちゃうと電車バス等で通勤しなくなるから。これが答えです。だから建設業界の人たちが今すぐしなきゃならないのは、その地下水流トンネル発電のそのコンクリートのね、トンネルの部分のところ、厚みが20センチかける20センチのところは何センチぐらいのものにしなければならないのか、1メートルかける1メートルのところは3メートルかける3メートルのところは、これをしっかりと、計算出してもらわなきゃならない。こういうことなんですよ。で、昔は、建設会社は大手5社だったと思うんですよね。それがその大手4社3社になったと思うんですけども、もうその淡路花博の件で、あとエネルギーの残存問題で、まあそれで、大林組さんの方が、秀和株式会社で仕事してる時に、僕、緑ヶ丘西っていうところを、三木市の、緑ヶ丘西っていうところを回ってたんですが、そこに、まあ大林組の、まあ小さな、事務所があったんですけども、まあそこで、まあ従業員の人たち、まあ、15名前後ぐらいの人たちが集まっていて、まあ僕に謝ってくれましたね。で、まあその辺のところ、大林組はそういうことがないようにしますのでっていうことで、だからその辺のところで自動運転のところとかの話を大林組さんの方に仕事を私の方から政府の方に、総理とかに、安倍さんとか、まあもしかしたらもう少し前からかもしれませんけども、その緑ヶ丘の件の前後ぐらいの時に、仕事を、振り分けていきますからということで、もうその辺、絶対約束を守ってくれるんだったら、もう、こちらもその方向で動きますっていうことで、話、つけていたのに、大林組さんが、例えば、バスケットボールの体育館を作っていたりだとか、いらないから。あるから。あるのに、そんなもの作ってどうすんのって。人口言っときますけど、日本に住んでる人たち、6000万人いるかどうかわかんないんですよ。急にこいつアホなこと言い始めたって思ってる人、そっちがアホなんです。いいですか？ゼンピラとかかけてるか僕たち知ってるんです。いいですか？前輪の地図で一軒一軒名前が入ってるね。地図。ちょっと、まあ、持ってきますが。こういうものが、前輪の地図である限り、家の件数なんか割り出せるんです。実際、ある程度人が入ってるか入ってないか。で、集合住宅とかじゃあどうすんねんって、一人でそんなもん全部わかるのかって、載ってるんです。ね。
空き家ばっかり。これが現実。埋まってるところは埋まってますよ。で、こんな、もうある程度もう調べてますから、これは神戸市の垂水区なんですけども、数年前で人口22万人いるとか言ってたんですよ。いませんよ、全然。半分以下ですよ。まあ、昨年のデータで20万人になってますけども、これね、もう本当に建設業界の人たちも全員しっかりと覚えてもらわなきゃならないんですけども、第二次世界大戦の前後の頃に移民政策してたんですよ。ブラジルだとか、朝鮮半島だとか、まあ、台湾、中国もそう含めて、フィリピン、インドネシア、もういろんな国に、日本人、例えばブラジルは天国だとか言って、そんなもんブラジルの言語喋れない人たちが向こう行って、どんな仕事につけるんですか？無理じゃないですか。区役所とか市役所からの手紙が送られてきただけで、もうどうしようどうしようの世界ですよ。できることっていうのは農業ぐらい。もうそんなこともテレビで何回も放送してもらってるんです。いろんな番組で。で、その二重国籍とかになってしまった人たちが、その国でお亡くなりになれた時に、日本の方に今まで報告が来なかったんです。向こうの国だって地方交付税法とかがあって、公務員の人の数が限られてますもん。そんなところまで調査できないって。この人はここの国の人っていうことになってるって。で、その国の人が、もともと日本人だったのか、台湾人だったのか、中国人だったのか、アメリカ人だったのか、フランス人だったのか、ドイツ人だったのか、イギリス人だとか、インド人だったのか、わかるわけがない、そんなこと。アフリカの人たち、例えば黒人の人たちを見たときに、あ、大体アフリカの方なのかなっていうことはわかるかもしれない。だけども、そんなもの徹底的に書類とかで、調査しかけていかなかったら、わからないですもん。だから今まで世界中で変な人口統計が出来上がってたんですよ。二重国籍の人は世界で一人しかいないのに、二つの国で人口統計が11になるから、二人いることになっちゃうんですよ。三重国籍の人なんか実質一人しかいないのに三人ですよ。世界を飛び回る会長さん。ケースによってはそういうケースあります。三重国籍の人。なぜなら、私は大阪ヒルトンホテルで働いていましたけども、総支配人の方、もう今はもうお亡くなりになれてるかもしれませんけども、私が21、2歳の頃、大阪ヒルトンホテルで働いていましたので、総支配人の、シュワンダーさんはドイツ人の方です。ベーナーさんはアメリカ人の方です。世界中にヒルトンホテルなんかあります。場合によっては国籍が複数あった方が、移動とかがしやすいだとか、いろんな部分あるかと思います。だからやっぱりそういう現象発生するんですよ。これが世の中の真実であって、車なんか、高速道路なんか、もうしょうもないところいっぱい作って、もうこの間もちょっと見たのが、数ヶ月前見たのが、有馬温泉の駅降りて、左側にね、道、曲がって15分か20分ぐらい歩いていったら、高速道路みたいな道路がかかってるんですけども、ずーっと見上げてるんですけども、何分経っても車が通過しないんですよ。エネルギーの残存量まで分かってますかって自社の社員全員先に教えてます。仕事させる前に。石油の残存量が2011年の頃に残り59年分と、技術的に採掘可能埋蔵量。で、2022年に、出てるデータでは54年分になってるんです。ちょっと先延ばしできてるって思ってるでしょ。何で先延ばししたかって言ったら、自然再生可能エネルギーの普及なんですよ。あと電気自動車の販売。いいですか？2011年の頃、先進諸国で、G20 と見てもいいです。ほとんどの国は、自然再生可能エネルギーでの発電、5% なんかないですもん。3% もほとんどの国ないですもん。まずない。で、それを2022年までの間に急ピッチで普及させて、どうなったかって言ったら、自然再生可能エネルギーで全電力のうちのパーセンテージが、大体平均的に、に見て 12% から 15% ぐらい。いや、まあ平均的で見るとね、ドイツがものすごく頑張ってるのに、自然再生可能エネルギーに関しては、ものすごいパーセンテージは出してますね。ちょっと見ましょうか。ごめんなさいね。今撮影中なんですけど、下に引いてるのが世界国勢図なんで、ちょっとね、今ちょっと段を変えました。
世界国際税、エネルギー関係のところ、ちょっと待ってくださいね。どこかな。割合。あとね、水力発電に関しては、カナダと、ブラジルがものすごいですよ。全電力の6割超え。で、自然再生可能エネルギー、ブラジルなんかさらに24.3%。もうちょっとで、全電力。もう水力発電もはっきり言って自然再生可能エネルギーですよ。だから化石燃料を使わないで、ガソリンとか含めてね、ガスとか。天然ガスの7割は石油の揮発したものですよ。それぐらい建築業者の人たち、全員、社員の人たちは知っておかなきゃならないですよ。忘れちゃダメですよ。教える人いなくなっちゃいますから、このように。どこの企業の正社員の人も。パートアルバイトさんの人たち、その人たちが教えなかった。誰が教えるんです？公務員の人でも知ってる人ほとんどいないんですから。ドイツはね、自然再生可能域40%超え、41%です。だからまあ平均的に見ると、まあ15%超えぐらいで見てもいいのかもしれません。G20 でね、自然再生可能域の普及。だからここ近年でものすごい頑張ったんですよ。だからそれだけじゃ全然足りない。石油の消費を先延ばしできたのが、大体約3年ぐらい。これが現実ですもん。なんかもう高速道路なんか作ってる場合じゃないですよ。みんな電車バス徒歩ですよって。物流？それこそ電気で進めたらバッテリーのいらない貨物列車がある。大量輸送だったら絶対船。その方がガソリン消費しない。いらない高速道路なんてほとんど。もともとあるところだけでよかったの話になる。さらに2003年に個人情報関係が出来上がって、人口、生まれてくる人たちの割合がね、男性、女性が、こういう形になってきてるの。消滅する国が。これ日本だけじゃない。先進諸国どこも起きてます。で、人口の統計に関しては世界中もうどこもそれしてしまってるから。第二次世界大戦の後にベトナム戦争とかあったでしょ。で、ソビエトの崩壊が、僕は中学生ぐらいの頃でしょ。だその辺のところが、もともとのアフガニスタンの戦争が引き金になって、ソビエト崩壊になってるんですけども。だから第二次世界大戦の後にある程度戦争が行われていた。で、アフリカの方でも、大変なね、ことが起きていたと。もう東南アジアでもそうですけども、一部のところで。東南アジア、まあアジア全体って言いましょうか。中東戦争のことじゃないですよ。そういった形で難民になられた方で、結局調査をする能力がなかった部分もあって、世界中このありさまだったんです。それを安倍政権の時に世界中でとにかくできる国から、しっかりと、死亡した人の国籍がどこだったかの調査をしてもらって、だからもう90歳以上で生きてる人なんかまずいないんですよ、この世の中で。ただただ死亡届をサボってただけなんですよ。言い方をしっかり言うとサボってたっていうことになるんですよ。で、それを安倍政権の時に世界中に呼びかけて、ちゃんと死亡届を追跡調査してもらって、この方は、本流はどこの国の方だったかっていうのを全部徹底的に探してもらって、もうお互いの国でね。で、これで、ここ4年ぐらい前から日本は、人口は減になってるんですよ。で、去年、まあ最初の頃は、10万人とか20万人とか、まあ大体それぐらいの数だったんですけども、4年前、人口減がね。去年は人口減は、40万人以上なんですよ。もちろん生まれてきてる方たちの数含めてだから、だから国内で死なれてる方もいらっしゃいますし、他の年齢層でね。で、例えば80代ぐらいとかで、もしくは70後半とかその前後ぐらいで、だから日本人の平均寿命が伸びていたっていうのは、死亡した人の死亡届が届いていなかっただけで、平均寿命が伸びてなかったんです。これが答えです。だからそういうことを各役員さんが全ての管理職の人間に教えてますかって。
僕ほとんど何も見ないもの言ってますよねって。これぐらい頭の中入ってますかって。それぐらいの人間にならなかったら話にならないんですよって。そのレベルまで到達できて、あと法律のこととかある程度身につけてね、判例とか。それで役職ですよって。そういうことを最初から教えてますかって。それぐらいのレベルになっていただきたい。先進諸国を名乗る以上。それが真の先進諸国なんです。ただただ無駄なことをしていたから先進諸国ということではないんです。その辺のところで大林組さんはバスケットボールの体育館を日本全国で、あれ、何箇所関わりましたよ。まあ、僕は神戸市ぐらいでしか物事見に行けないんで、まさか福岡じゃなくて、あれは長崎かな、福岡かな、まあ、あの辺りとか群馬のところも出来上がってますけども、そんなとこ、どこの建設業者が作ったとか見に行けない。神戸は見に行きました。どこの建設業者が作ってんのって。大林組さん。話全然違うじゃないですかって。20年ほど前、20数年ぐらい前かな。僕に謝ってくれた時の、その時の話。どうなったんですって。次、大林組さんが規模縮小ですよって。分かってますって。他の建設業界も同じですよ。無駄な仕事してるんだったらいらない。はっきり言って。人減らし。当たり前。世の中甘く見すぎ。税金使って何めちゃくちゃなことしてんのって。50億人の命かかってるんですよ。エネルギーの残存量問題。自分たちが殺人事件に関わってるっていうことに意識ありますかっていうことなんですよ。極端な言い方するとね、これぐらいはっきり言わなかったら、自分たちの行為イコール、早く人が死んでいくっていうことにつながらない。なぜなら、日本だったら、ガスの採掘なんかもう残り49年なんですよ。ガソリンとかガスとかの石炭とかの輸入が止まったら、どうなるかわかりますか？スーパーマーケットに食料並びませんよ。車だって動きませんよ、ほとんど。物流どうするんですって。それどころか海外から小麦だけで日本、去年かな、577万トン輸入してるんですよ。来ませんよ。船動かないんだから。今すぐ帆船で動かせます？腐りますよ。電気作れないから。冷蔵庫なしで帆船なんか。帆船なんか何日かかるかわかんないんですから。計算なんか立たない。船のことですよ。帆を張る帆船。現実見えてますって。10年以内、10年後ぐらいにガスと石油の輸入止まっても全然おかしくない状況。売ってくれるわけないでしょ。ここまで切羽詰まっていて。売ったら自分たちの国が滅ぶんだから、そこの国が。物流とか全部止まって。電気も発電できなくなって。考えてますかって。ということです。最後の方はね、各建設業者の、形、嫌な思いされたかもしれませんけどね、こういうちょっと厳しい言い方しなかったら、危機感持てないでしょ。だからそこはもうみんなで協力して、するべきことをしっかりとしていく。赤河川の水門回収玉発電、絶対そっちが先だって。で、家も作りすぎた後、空き家の数が東日本大震災の頃600万件だったのがもう1000万件超えてる。どうすんの、これ本当に。買う人なんかいないよ。生まれてきてる子供、こうなってるっていう話したじゃない。全然数いないんだから、ほとんど。で、出生率とか、どんどん低下してるでしょ？ 2% でなんとか人口横ばいだったんですよ。それはある程度の若い年齢層で結婚して、その人たちが亡くなるまでに、新しく孫が生まれたりしてるから、半分の人は結婚出産までたどり着けているのが大体出生率2%で、それで人口横ばいだったんです。で、実質人口は6000万人割り込むかもしれないのに、日本。本当の数が。家の件数見たらわかる。この集合住宅のところとかも、もう垂水区だけでもコピーしましたけども、85ページのうち2ページが商業施設で、まあ他も商業施設入ってるんですけども、
10ページ調べたところ、860何世帯しかなかった。集合住宅っていうのは、分譲マンションとかアパートとか、公営住宅。じゃあ、残り70数ページ調べて、1万世帯あると思います？ないですよ、どうせ。で、こういう垂水区の地図、だから20万人の表記まだ、ちょっと前は22万人、死亡届今頑張って集めてるところ、世界中から。家何軒あるように見えます？これとも片一方のこっちで1ページなんですけども、90ページぐらいしかないんですよ、垂水区自体が。で、そのうち、いろんなページで、10件とか50件なかったりとかのページ、いっぱいありますから。なぜなら古墳があったりとか、ジャンクションとかあったりするから。先ほどの続きなんですけども、録画容量がなくなったので、急に、撮影が、中断しました、再開しますけども、とにもかくにも、余計な公共事業、一切しちゃダメなんです。っていうことは、民間からお金積まれて、この工事してくださいって言われても断ってください。これできなかったら無理ですから。例えば、この、私の家の斜め向かいに港南があるんですけども、すぐそこから500メートルぐらい離れたところに港南を作ろうとしてるんです。意味ありません。どちらかは潰れるだけです。以上。何にも世の中のこと分かってない人間が多すぎます。どっかから金が身勝手に流れてきてくるものだと勘違いしている人たち多すぎます。無理ですから。そのような考え方。で、あそこは、そこの工事はずっと丘を削ってるんです。もう何ヶ月も。どうせものすごい量のガソリン消費してます。で、そこには竹やぶがあったんです。で、その竹やぶは枯れてる竹がいっぱいあったんです。ね。で、竹やぶっていうものは、下の根っこからまた新しい竹が生えてくるんです。その、まだ成長する前の段階が竹の子として食べたりできるんです。今、食料の問題をしてるんじゃなくて、かまど発電として使用できるんですよ。まず枯れてる竹から集めていって、かまど発電するでしょ。バイオマス発電のことです。火力発電のことね。だからそういうふうな知識もないのに、身勝手に動かないでください。いいですか？もう人口はずっと縮小してるんです。今あるところだけ残しておいたらいいんです。で、老朽化して解体したらもうそれしまいです。で、どうせテナントが空くから、この辺で言ったら。岡場の、エコールリラ。昔からコロ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 店舗はずっと入れ替わってる。無理だから。売れないから。で、今のあの港南さんは、建物それなりに頑丈に作って、私が20歳過ぎぐらいの頃に出来上がってるから、大体それぐらいの頃。どうせ、もうあと50年ぐらいは絶対あるから。倒壊しないから。大きな地震が発生しても。そういう類の建物じゃないか。上の方を重くしてないから。無駄なことしすぎ。もうそこも撮影してる。どこの業者が仕事してるか。もうバレた後や。ああ、もう日本中のオンボズマンの人たちで、もうそういうふうなところの建築業界も訴えて、工事させんように しなあかん。で、多くのご老体の方たちにもう仕事を降りてもらったらええ。で、次の、ある程度の年齢の人たちが、そういう世の中なんだっていうことを受け入れてる人たちだけ建設業界として残してあげたらいい。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。できなかったら無理ですよ。滅びますよ。日本なんかすぐに。10年後に大した量の石油とガス回してくれるわけないでしょ。自分の国が滅びるんですから。そこの国が売ってるところが。常識あったら誰でもわかる。子供でもわかることや。それぐらい覚えてください。以上です。